プレスコットはアメリカ合衆国アリゾナ州ヤバパイ軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。2010年国勢調査による人口は39,843人である。1980年代後半に当時の州知事ローズモ・フォードがプレスコット市をアリゾナのクリスマス都市に指定した。1864年、プレスコットはホートイップルに代わって、 1867年にシュートはツーソンに移されたが、1877年に再度、シュートとなり、フェニックスに移された1889年まで続いた。7マイル東にあるプレスコットバレー、16マイル北にあるチノバレー、13マイル東にあるデューイ・ハンボルトの各町とプレスコット市を合わせて、地元ではクオードシティ地域と呼んでいる。これは、 ヤバパイ軍の中央部を指して使われることもあり、それには、メイヤー、ポールデン、ミルホイト及び、ウィリアムソンの町も含まれている。地域の小さな町を含めると、2007年時点の地域人口は10万3260人となっていた。アメリカ合衆国国勢調査局は、ヤバパイ軍全域をプレスコット都市圏に指定しており、プレスコットはその中心である。 2010年国勢調査によると、ヤバパイ軍全域の人口は21万1073人で、あり、フェニックス、ツーソン各都市圏に続いて、アリゾナ州第3位の都市圏である。ヤバパイプレスコットインディアン居留地は、プレスコット市の隣にあり、一部は、地域にも入っている。最初の順州都と地、地主観社、1864年建設、現在は、 シャーロット・ホール博物館アリゾナ・ジュン州知事ジョン・ノーブル、グッド・ウィンが新しいジュン州を初めて旅した後で、プレスコットの街となる場所を選んだ。グッド・ウィンはエイブラハム・リン・カーンが指名したジョン・エイ・ガーレイと交代したが、ガーレイは不妊前に死んだ。プレスコット中心街の通りにはこれら二人の名前が付けられたものがある。グッド・ウィンは多くの鉱山キャンプに近いグラナイト・クリーク西岸。 一時的な、シュートの南20マイルの地を選んだ。シュートは後にウィップルトリデに沿った新しい場所に移され、新しい町は1864年5月30日の住民集会で歴史家のウィリアム・ウェイチ・プレスコットにちなんで名付けられた。ロバート・アール・グルームが新しい町の測量を行い、1864年6月4日に、 行われた最初のオークションでは73区画が販売された。7月4日までに全232区画が完売した。プレスコットは1883年に公式に法人化された。1867年11月1日にアリゾナ準州議会第4会期でシュートが通村に移されることが決まるまでプレスコットがシュートだった。 1877年のアリゾナ巡州議会第9回帰でシュートがプレスコットに戻された。1889年2月4日、アリゾナ巡州議会第15回帰でシュートが最終的にフェニックスに移されることになった。シャーロットホール博物館にはプレスコットの巡州時代の歴史が多く残されており、スモーギ博物館とフィッペン博物館にも地元の収集品が収められている。 中心街のウィスキーローには多くの歴史的建造物があり、ザパレス、アリゾナ州最古のレストランとバーの他に、ブティーク、画廊、書店、レストランに転換されてきた多くの建物がある。氏名は著作家ウィリアム・ H ・プレスコットにちなんでおり、南北戦争の間にその作品が人気を呼んでいた。20世紀初期に数度大化を経験した後で、中心街は、 レンガ作りの建物で再建された。中心にある視聴者広場は古い大きな二例の木の下に芝生があり集会や会合に適した場所になっている。夏の夜にはこの広場で文化的な行事やパフォーマンスが行われている。1964年アメリカ合衆国大統領選挙の共和党候補者バリーゴールドウォーターはプレスコットにあるヤバパイ軍庁舎の階段から その選挙運動を始めた。2010年、ミラーバレー小学校校舎の壁画に様々な民族の子供たちが描かれているものを地元ラジオのトーク番組ホストで市政委員会委員のスティーブ・ブレアが批判した時に全国的なメディアの注目を集めた。元市長でブレアの性的ジャック・ウィルソンがこの件に関する議論を巻き上げたのでブレアは一時的にラジオ番組を降ろされた。 プレスコット氏は、アメリカ合衆国の多くの都市と同様に、市政委員会、シティマネージャー方式を採用している。市政委員会は6人の委員と1人の市長で構成され、全員が自然域を選挙区に選ばれている。委員は2年ごとに半数が改選され、4年の任期を務める。市長は2年任期である。市長と市政委員の選挙は、大統領選挙と、 中間選挙の翌年に行われ、全国的な政治の関心が地元の問題を薄れさせないようにしている。選挙は非党派選挙で行われる。市政委員や市長には多選制限はない。市政委員会は、シティマネージャーを指名して、市の日々の運営とその下の部門を監督させている。2009年市長選挙では、現職のジャック・ウィルソンが2期目を目指したが、挑戦者で、 全市政委員のマーリン・カイケンドールに敗れた。この二人以外に、グレン・グッディングも立候補していた。カイケンドールが7365票、ウィルソンが2662票、グッディングが3197票を得た。カイケンドールは過半数を得票していたので、決戦投票を経ずに、次期市長となった。カイケンドール市長は2期目を目指している。プレスコット市内には、 多くのビクトリア様式家屋があり、おそらくそのためにアメリカ合衆国南西部で最も中西部の外観を残す街と呼ばれるようになった。アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された建物が809棟ある。プレスコット中心街にはウィスキーローと呼ばれる歴史的な地域があり、1956年まで赤線地帯であることで有名だった。1900年。 大火が1891年建設のホテルバークなどウィスキーローの建物ほとんどすべてを破壊した。ホテルバークはプレスコットで唯一絶対的に大火構造の建物と宣伝していた。伝説によると様々なバーのパトロンたちが単にその飲み物を持って通り向かいの庁舎広場まで行き火事で建物が焼けるのを見ていたということである。火事が起こった時、 パレスホテルのバーとその厨房が火の近づいた時にパトロンたちによって広場に運び出され全焼したレンガ作りの建物が再建されるとそのバーが再度据えられた。ウィスキーローはガーレー通りとグッドウィン通りの間南北に走るモンテスマ通りにあり群庁舎のすぐ西にある。この一ブロックには19世紀末以来セントマイケルホテルやパレスホテルがあり 他にもナイトライフを提供する建物があった。商人のサムヒルの大きな金物屋がウィスキー色近くにあった。市域内には4つのゴルフ場がある。プレスコット市南コースと北コースのあるアンテロープヒルズゴルフコース発生アンパゴルフクラブ及びプレスコットレイクスゴルフクラブである。さらに近くの町にもゴルフ場がある。プレスコットには退職者の継続介護施設である。 アリゾナパイオニアズホームがあり、アリゾナ州によって運営され資金手当てされている。当初は、準州時代からの設立者で貧乏になった人々の世話が目的だった。はじめは、男性40人収容で建設されたが、1916年に女性のための旨が建設され、女性20人を収容できるようになった。1929年に再度拡張され、 身体障害交付のための病院が加えられ、150床となっている。2008年の映画ジョリーンは2006年にパイオニアズホームで撮影されたものである。過去には様々な住人がおり、ビリー・ザ・キッドを自称したジョン・ミラーもいた。その以外は2005年にパイオニアズホーム墓地から掘り出され DNA 鑑定が行われた。他にもビッグノーズ系とエルダーがいて、やはり、 バイオニアズホーム墓地に埋葬されているが、特に異論は出ていない。プレスコットは、西部とカウボーイの雰囲気で知られているが、中心街のすぐ西には、小さな教養家庭カレッジである、プレスコットカレッジがある。近年は、キャタリストインフォショップ、カーマファーマーズ、ファーマーズマーケットなど多くの制度ができている。プレスコットカレッジには、アナーキスト、ヒッピー、 体制秘境庁舎と呼ばれる者たちが多く流入してきた。2004年、キャタリストインフォーショップの設立者が環境テロの容疑があるとされた時に FBI がそこを襲った。プレスコットカレッジの影響を受けた人々が集中する地域がいくつかある。例えば、エコフットと呼ばれる地区では低収入若者が場合によってはテントに住み、有機農場や庭園を作っている。バリオは 薬物やギャング暴力の問題に関連することが多いが、近年はエコフトに似てきている。さらに芸術にあふれる地区のマコーミック芸術地区もある。毎年開催される行事としては、フロンティアデーズ、世界最古のロデオ、イースターエクストラバガンザ、ブルーグラス祭、アースデー、独立記念日、津波オンザスクエア、芸術祭、シンコデマイオ祭、ナバホのカーペットオークション、 パンプキンパッチカーニバル、世界最大のジンジャーブレッドビレッジ、プレスコット映画祭、フォークアート祭、パレード、アッカー音楽祭、カウボーイ詩人の集会、プレスコットハイランドゲームズ、群庁舎ライトアップ、ウィスキーオフロード及びラグナーリレーデルソルがある。また市内には、ヘリテージパーク動物園もある。中心街庁舎広場のパノラマ写真プレスコットは、 北緯34度34分6秒整形112度27分41秒北緯34.56833度整形112.46139度34.56833-112.46139に位置するアリゾナ州の地理重心からは西北西に55マイルの位置にあるアメリカ合衆国国勢調査局による報告では 地域全面積は41.5平方マイル。このうち陸地が40.7平方マイルであり、水域は0.8平方マイル。水域率は1.95%である。プレスコットのサムビュートとグラナイト産プレスコットは、アリゾナ州北中部にあると考えられる。グラナイトデルズのすぐ南に位置している。プレスコットは、アリゾナ州中部のブラッド省山脈にあり、 標高は5400フィートである。気候は四季があり、比較的温暖な冬と暑い夏が特徴である。日中の最高気温は1月の下市50度から7月の下市89度まで変化する。夜間の気温は乾燥しているためにかなり低くなる。年間平均降水量は19.2インチであり、春と初夏が最も少ない。降雪は少なく、 積もったとしても高い標高のためにすぐに溶け去る。年間平均降雪量は22インチだが中央値を見ればその半分以下である。気候区分では地中海性気候となるが降水量の大部分はモンスウーンの吹7月と8月に降ることが通常の地中海性気候とは異なっている。1999年から2009年まで厳しい干ばつが続いた。 降水量は劇的に減少した。その証拠として、ブラッド小山脈の寝行きが消えたことが挙げられる。地域のクリークは稀な降雨の直後を除いて枯れている。それでも2007年の初めに湖水が満水になった。2005年から2006年にかけての冬は3インチ以下の降雪であり、年間平均の22インチよりかなり少なかった。プレスコットは、 軍内のヤバパイカレッジ主キャンパスがあるところである。ヤバパイカレッジはコミュニティカレッジとして1965年に設立され、1969年に授業を始めた。60以上の学科の学生たちに修了証明書や学位及び転換選択肢を与えている。プレスコットカレッジは独立系、教養家庭カレッジであり、学士、修士、博士の学位を提供し、 教師免許も与えている。その教育プログラムは環境と社会正義への関わりを反映している。アメリカ合衆国では数少ない冒険教育を専攻として提供するカレッジの一つでもある。エンブリーリドル航空工学大学西キャンパスが市内にある。ここでは航空学と宇宙空間の世界に関する科学、実習及び事業を教えている。近年、 研究志向の宇宙物理学部も開発した。アメリカ合衆国南西部ではトップクラスの経営学部もあり、競合する他の学校をしのいでいる。世界的な安全保障と知識工学の研究プログラムを導入し、世界でも上位に位置づけられる地球的研究プログラムとなった。北アリゾナ大学とオールドドミニオン大学も市内にキャンパスを持ち、また、 通信大学のノースセントラル大学も本拠を置いている。幼稚園生から12年生までの公立学校20校、私立学校4校、およびチャータースクール5校がある。プレスコット高校にはスポーツチームのプレスコットバジャーズがある。チャータースクール取引カレッジ予備高校は教育省から優秀の折り紙を付けられた。プレスコット統合教育学区に入るアビアジャット、小学校、 グラナイトマウンテン中学校、プレスコット高校、テイラー・ヒックス小学校、及びワシントン伝統学校も優秀をつけられた。リンカーン小学校とマイルハイ中学校は高成績と考えられている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アリゾナ州道99号線から空港を望む昔の州平部機構の部分市内には、 市立空港であるアーネストエーラブ飛行場がある。中心街庁舎広場からは北に7マイルの距離にある。公共交通に関する情報はオンラインで得られる。市内及び周辺の大通りはアリゾナ州道69号線と同89号線の2本である。アリゾナ州道69号線は市内と東のプレスコットバレーを結び南東に曲がった後で 週刊高速道路17号線のマイル表262で接続している。アリゾナ州道89号線は南北に走り、北の地のバレーやポールデンをつなぎ、さらに北に行くと、アッシュフォークで週刊高速道路40号線のマイル表146で接続する。ありがとうございます。